こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンで販売する商品探しの3つのポイント。まあ、1番目はね、えー、儲かる商品は見つかると思って探すと。まあ、これは、えーまあ、当たり前というか重要なんですけど、えー、あんまり言ってなかったんですけど、ここ、ねここで疑いを持って探すと、えー、全然本当に、えー、面白いようにね、えー、儲かる商品見つかりませんので、 見つかると思えるようになるまで下準備が必要なんでね、えー、まずここを、えー、押さえてくださいそしてランキングがある商品を扱うとで売れてランキングがついてる商品じゃないと、まあ、売れる可能性低いだから逆に言うとねランキングがある商品をたくさん見つけておけば、まあ、こんだけ売れてるんだから売れるだろうと儲かる商品が見つかるという自信も増すんでね、えー、やっぱり下準備が、えー、大切というところですねそして まあ最初に仕入れるのは1商品1個。まあ、これはね、えー、なんか納品をミスしちゃったとか、カタログ作ったけど売れないねとかね、えー、なんか問題があった時とか、やっぱりね、えー、いきなりえ何個も入れとくとダメージそれだけ大きいんでね、1個だったら、まあ、間違いに気づきは捨てれば済むという形でね、えー、すぐ問題解決するんで、まあ、これはえ初めの頃は特に、ね、カタログ作りと慣れてないうちは徹底してというか守ってください。 でまあ、実際のやり方なんですけど、えー、例えばね売れる商品が見つかったあるいはね、えー、店舗で商品を見つけたという時に、えー、もうバーコードとかだとね、えー、違うジャンルてカタログ作られてたら、えー、出てこないですし例えば、まあ、ダイソーにいたらね、えー、ダイソーの商品しか、えー、売れるのを見つけないのかあるいはね、えー ダイソーなりハンズなり、えー、無印なりどこでもいいんですけど商品名で見つければね例えばダイソーで商品名を入れて検索したらあダイソーのじゃなくてね、えー、無印で売ってるやつが、えー、売れるんだとかねあここにはないけどねアマゾンで仕入れできるのが売れるんだというのが発見できたりするんでもう検索は商品名を入れてでその出てきた結果を見るようにしてください。 でどうやるかっていうとね、例えばこの粘土だったら、このね、ソフトライトクレーとか、あるいはね、ソフトクレーとか、ライトクレーという形で入れますで。検索順位1位で出てきた商品をクリックして、ランキングがあることを確認してください。でこのね、検索順位1位で出てきた商品商品っていうのは、オーストラリアの場合、アクセスが一番多いのが並んでます。それが売れてないってことは、まあ、その商品、あるいはそのカタログ、 あるいはその単語では売れないということなんでね、えー、単語を変えてやってみるとか、別な商品を検索してみるというふうに、えー、次に言ってくださいで。日本の場合はね、ある程度調べたら、もう、あのー、ネットで調べているより、店舗に行って探した方が早いです。ねえー、日本は店舗に行って、とりあえず2三3 0商品仕入れて、それをすぐ送ってみると。 でその中で売れた商品があればねその商品をどんどん芋づる式に広げていくという形がいいですでオーストラリアの場合はねこれちょっと勝手が違って、えー、仕入れる目線でやっぱオーストラリアに来てみるとね、えー、オーストラリアだと、えー、日本とは全然違うなとなぜなら売れてる商品は品切れのことが多いと日本のようにね数日単位あるいは遅くとも翌週に補充されるという体制じゃなくてね えー、なくなったらもうそのままいつ入るか分からないというような状態なんで、えー、店舗に行って調べても逆に売れ残りばっかり、えー、見ることになってしまうと売れ残りばっかり見れば当然売れないという形になっちゃうんでね、えー、ネットでの事前検索が重要になってきます、まあ、どういうことかというと店舗に行くとね例えば粘土だと置いてない店舗が多いです。 で、置いてあったとしても、黒とか赤しか置いてないと。ね、赤だけ残ってるとか、まあ、黒だけあるとか。ね、で、これ実はね、赤と黒の粘土は売れてません。だから店舗行って粘土粘土と探してね、ああ、あった。黒と赤しかないけど、まあいいか。一色ずつ買っとこうってなると、売れないとかね。一色ずつ買ってセットにしても、赤と黒のセットだと、売れないもの同士のセットだから、なおさら売れないというようなことになります。ですんでね。 えー、オーストラリアの場合は基本的に店舗に置いてあるものはね、えー、補充したてでなければ売れてないものが多いというのをね念頭にしなきゃいけないんでもう事前に、えー、これが売れてるんだというのをね、えー、ネットで調べてからそのリストを作って、えー、店舗に行って調べると、ね、でなければ入会予定を聞くとでね、えー、シドニーの場合だと発注して7営業日だからね、えー 早くて10日ぐらいかな。で、届くという感じですね。で、まあ、その時にね、在庫が、まあ、全部荷物はメルボールンに届くそうなんで、まあ、メルボールンに届いてる倉庫に在庫がなければ、今度次の日本からの便が来るまで入らないというような形になります。ですからね、聞いてみて入荷日がわかんなかったら、まあ、日本の方でね、買うように私に依頼してもらうという形がいいのかなと思います。 でオーストラリアのダイソーで商品を仕入れる場合、まあ、日本でもまあ多少通用するんですけど、100円以外のね、150円とか500円の商品を探すとお得です。えー、これ日本の場合はね、単純にセットにしなくてもある程度の金額のものを使った方がね、利益が取りやすいというのが1つで、オーストラリアの場合は100円商品は2.8ドルなんですけど、150円商品もね、そのまま2.8ドルで売っていることが多いです。 で300円とか500円の商品はね、えー、まあ、300円の商品が4.8ドルとか、500円の商品が6.8ド,ドルとか、7.8ドルとか、倍以下、ほとんど変わりないような値段で売ってたりするんで、えー、まあ、オーストラリアで見る場合は、逆にその、高額商品だけをチェックするってのでもいいのかなという感じですね。まあそんな形で、まあ、この 実際に店舗に行って仕入れる時のね、あるいは出品する前の調査手順、えー、まあこれ、間違えるとね、送っても送っても売れない商品ばっかり送ってるということになっちゃいますのでね、えー、この手順を参考に、えー、また送る前に、ね、再確認でご質問、ご確認をして送ってください。何しろ、ね、早めにこの なあんまり手間をかけずに、ね、送った中から売れたという形になってみないと、この一番の儲かる商品は見つかると思って探すってところがぐらついちゃいますんでね、ね、えー、初めの探すところだけ、ねえー、だらだら時間かけたりとか、あるいは気合い入れまくって、ねえー、2 3 0個じゃなくて、もうすごい探しまくって、たくさんで送ってね、ね、えー、1回目すかしたらね、ねあんだけ送ってもダメなんかいとなっちゃうんでね、ね、まあ、初めは本当に2 3 0個で軽く、ねえー、買ったものを送ると。 でそこから売れたものが、えー、あれば、えー、それを広げていく売れたものがなければこのジャンルを変えてねあるいは探し方を書いて送るというような形でね、えー、手間をかけないうちに売れるという体験をするのが重要なんでね、えー、この手順を守って、えー、儲かる商品を見つけてください、えー、素直に。 実践してていいただいてる方は結構見つかってるんで、ね、見つかってないってことはなんかどっか間違えてるかねこの一番の儲かる商品が見つかると思えなくなっちゃう何かとんまりをしてるって可能性があるんで、まあ、この辺で修正して儲かる商品を見つけましょう以上天ーアカデミー堀秀夫でした